どうも、ガヤテルイトロとモでーす。ただいまでーす。いつもと始まり方が違います。仲間入りしました。すげえ森の中にいますが、今日は今日はどこですかね。どこですかね。ウォーターパークス。はい、そうでしたっけ。今回は、はい、片山社長が出てる FDJ3、はい、そうですね、応援じゃなくて、はいはい、SIM とすり合わせを現地で初めてするっていう片山社長が、ブース空きがあったんですね。そうですね。でそこに一応許可もらって設置できることになって、はい、そうですね、本当にね、練習して SIM 乗って練習して SIM 乗ってで SIM を現地で実車のコースの路面温度とか、はい、もっと今日の感じタイヤこうだったとかって初めてできる。そうですね、いつもは会社でやって、はい、僕らいない時にサーキットで行ってうーんみたいな感じじゃないですか。そうですね、ちょっとラグがあったんで、ですよ、今回も近いですね、かなりですよね、はい、初めてできるっていう、はい、でまさかのスポッター役になりました。これもらったじゃないですか。これもらいました、スポッター。スポッター可愛い子いたら、はい、写真撮って LINE で送ればいいんですよ。違います、動画です。あ、動画送る。可愛い子が1コーナーをってこう、なるほど、撮って送ってもらったら、そうするとあれですもんね、はい、そのゾーンに寄りやすくなる。そう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 。予選通過しないと明日ってあるんですか。明日は、感染するか、はい、解散するか。マジですか、はい、マジですか。明日も仕事あるように。そうですね、僕の仕事もあるように頑張らないといけないですね。頑張らないといけないですね。じゃあちょっと早速今ちょっと待ってるんで、ゲート開けたら行きますか。はい、お願いします。行きます。お願いします。まだっす、まだっす。早い早い。左足ブレーキ踏んだときにちょっともうちょっと緩くしたりとかできる。いつも左足ブレーキしてるぐらいってどれぐらいですか。実車それぐらいですか。はい、あとは、はい、1ゾーンから3ゾーンまで行くのに、はい、だんだんこう実車だと車速が乗ってくる感じのイメージなんですよね、はい、なんですけどそれがなんかちょっと速度感がもうちょっと出るかなと思うんですけど、どうそういうのを受けますか。グリップ自体を上げます。縦比と横比のグリップ感は今のままでも大丈夫ですか。なんか縦が強すぎるとか横がもうちょっと弱いとかは。それは大丈夫そうですね。ああ、了解です、はい、
ファイナルはいくつにしました？今3.9です。3級にしました。はい、あ、了解です。はい、さっきよりエースか。高田杉はないですか？そうですね、ないですね。大体同じぐらい鳴きました。はい、有効です、有効です。タイヤのグリップ感はどうす、うん、もうちょっと上げてもいいかなって思います。あ、了解です。はい、ギア比の感じも一応合わせてはいるんですよ、実車と。あ、ありがとうございます。ファイナル変更も同じぐらい？そうですね、それぐらいで、はいはい、ちょうどいい感じですね。実車と一緒には多分ならないというか、実車と同じ数値じゃないんで、もうちょっとこんな感じとか、例えば 1.0 にしたからこっちももうちょっとこのベコベコにしてほしいみたいな雰囲気が出るように練習中に僕ちょっと調整しとくんで。ああ、わかりました、わかりました。それで今日ちょっと追走に OK です。追走勝ち上がれるように。これ勝てますね。いいですか、いいですか、動画載ってるんですけど大丈夫ですか？勝てますよ、見といてください。15位、ゼッケン909、片山翔一。
選手おめでとうございます。2015年の909、ショイチ・タカヤマ、この前に行きたいと思います。14位通過、ゼッケン92番、鈴木健二選手。